言葉です今日はここから祈りについて考えていくんですが失望することなくですね祈り続けることについて語っていきますそして説教の最後に一つの質問に答えて終えたいと思いますそれは結局応答のない祈りは何なのっていうところを答えて終わります。神様に祈っても何も何応答がない場合 どうすればいいんでしょうかという質問に答えます。もう71年前ですけれども、1950年に朝鮮戦争がありましたね。で、これ、私の友人のおばあちゃんがその友人にしてくれた話を伺ったんですが、あ北が南を侵略してきて、南の人たちが避難するわけなんですね。で避難していきますけれども、その時本当の証言によると、空中に。 本当にもう黒いゴムがたくさん飛び交うわけです黒いゴム,ゴムがですよ。で、これ一体何なのっていう,うに聞いたら、一緒に避難しているとか、これは銃弾なんで、these are bullets。これ本当に銃から撃たれた銃弾なんだよっていう話を聞きます。で、本当に怖くなってみんな走り出したんですけども、その時にお坊さん一人がつまずいたんだそうです。お坊さんがつまずいて、そして彼の口から出た言葉は何だったか。 うと神様助けてくださいって言ったんですね。神様助けてください。皆さん考えてください。仏教のお坊さんたちはあ無神論者たちです。神の存在を信じない人です。で、お坊さんやってた人が突然つまずいて口から出たのが神様助けてっていううになったんですね。で、それを見ると分かるのは人は。 命の危険にさらわれると、本能的に超自然的な力を探し求めるようになるというところなんですね。人間がそういうところがあるということです。アメリカの有名な作家でマーク・トゥエインという人がいます。トム・ソーヤ、ハコベリー・フィンというそういう本を書いた有名な人なんですが、彼は無神論者だったんですね。で彼が無神論者、神の存在を否定しながら生きてきたんですが、 自分の妻が病気になって死にかけていた時に彼の日記に書いてあるんですが自分は熱烈に神に祈ったって書いてあるんですね無神論者が今死にそうな妻の前で神に祈った無神論者の代表格のどういう人がいるかというとリチャード・ドーキンスというイギリスの学者が,学者がいます有名な人なんですが彼はただの無神論者ではなくて クリスチャンと対立すする無神論者で,すでクリスチャンのこと結構バカにする人でもありますけれども2014年 BBC ラジオの放送に彼が出演しましたそしてそのラジオの放送のホストの人と討論をするわけですよねディスカッションをするんですが宗教について神の存在についてで彼がその時にもクリスチャンたちをバカにしてたんですねクリスチャンの私が知ってるクリスチャンの多くはすごく無知で 4つの福音書が聖書にあるんだけれども、最初の福音書が何なのかも名乗ることができない。それほどクリスチャンは本当にね、バカみたいな人たちが多いんですというそういうい話をしていたんですね。なのでそのラジオの放送のホストがリチャード・ドーキンズに聞いたんだそうです。あなたが信じている進化論進化論がベースになっている本というのは、種の起源という本ですね。The Origin of Species というチャールズ・ダーウィンが書いた本ですね。ちなみに、 ドーキンス博士、その本のフルタイトルって知ってますか ?Do you know the full title of the book? そしたら、あ、それを知ってますよ、知ってますよって言ったら、ホストの人は、言ってください、言ってください。その本のタイトルフルで言ってください。う、言えますよ、言えますよ。The, the origin of species. で、これは、本当にリチャード・ドーキンスが生放送で彼が言ったことをちょっとそのまま言いますと、こうやって言ったんですね。The origin of species. Um, um, オーマイガーって言ったんですね、彼が <laughs>。わかりますか突然、その、まあ、言ってはいけないことかもしれないんだけど、突然、神を否定する代表格の人が自分の記憶力の限界を感じたときに助けを求めたのが神であった。おうしようって言ったんですね、神を。ティム・ケラー牧師がニューヨークで長年牧会をしていたティム・ケラー牧師がこんなことを言ったんですね。あなたは、 祈る時、き最も人間らしいのです。というように言ったんですね。When you pray, you're most human. 一番人らしいということです。普段神を信じない人であっても、事故にあったり、愛する人が死にかけている時には誰で,も誰でも祈るようになっている。そして人はもともとそのようにワイヤーされている、作られているんだということですね。 祈りは何ですか皆さん祈りは神秘的な霊的習慣でありますまあいろんな定義があると思祈りって何ですかいろんな人の答えを聞くといろんな定義があると思いますが簡単に言うと神との会話であります別の言い方で言うと神の臨在の中に入るということでもあります神と時間を過ごすそれを祈りって言いますね で祈りは私たちが神と神秘的につながることのできる方法でもありますで。皆さん、特にクリスチャンの方々、ここにいるクリスチャンの方々に聞きますね。皆さんはどれだけ祈っていますかどれだけ祈りの時間を持っていますかもしくは祈りが止まっている方っていますかもうほとんど祈らなくなったとっいう方いますか祈りが止まる理由がいくつかあるんですが、最も あげられてる理由は一つはまあただ単に怠けてしまって祈りが止まっていますという人たちがいます怠けてしまってでもう一つは祈りの応答がもらえてないから祈ってませんという人がいるんですね祈っても祈っても答えられているかわからないのでもう関心がそこに行かなくなってしまった、まあ、そういう方いますか今日はどのようにすれば 失望することなく続けて祈ることができるのか、神様との会話をそのように続けてその時間を過ごすことができるのかについて語っていきます。今日の箇所から学んでいきます。ルカ十八章を見ているんですが、十八章の内容にすぐ入る前にちょっと背景とどういう文脈から今日の話が来るのか少しだけ。 話しますね先週私たちは覚えてますかサラートの人たち10人癒されて1人が感謝に戻ってきたという話それがルカ17章でありましたで17章の5節なんかを見ますと特に聖書のある方は見てください17章5節に人たちはイエスに言うんですね私たちの信仰を増し加えてくださいっていうんですね 今の信仰をもっと強めて増し加えてください。というふうに言いますで。それに応答する形でイエスはいくつかの話をされるんですねで。その中の一つがザラートの出来事、ザラートの人たちを癒す出来事が17章で起こります。でその直後に神の国が到来するイエスご自身が再臨することについて教えられます。私はやがて 手に上った後にそしてまた戻ってくるのですよという話を17章の終わりにされるんですね。なので17章27節28節見ると人の子が来る時には「ノアの日のようにロトの日のようである」っていうことをおっしゃられています。そして今日の18章の1節に来るわけですがこういう内容になります。 神の国が到来するのが少し遅れたとしても神の技が起こるのが少し遅れとっているとしても本当の信仰は失望しないで続けて祈ることなんですよっていうのを教えられる部分であります。なので一節ちょっと読んでみますね。いつでも祈るべきで 失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話されたでここで見ると一節を見てください祈ることと失望しないことが関連しているということがわかります祈る人には希望がありますこの世は今堕落してるんだけれども問題だらけなんだけれども神が 神の助けが望めれば全部解決するんだという希望があります。希望があるから祈りができます。なので、ここでも失望しないことと祈ることと関連しているのが分かります。希望があるから続けて祈られる。ルカ21章36節にこういう言葉があります。しかしあなた方は必ず起こるこれら全て最後の週末にいろんな。 惑わしや攻撃があるんだけれどもこれら起こるすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも何て書いてありますか目を覚まして祈っていなさい目を覚まして祈っていなさいでこの箇所ですねもともとギリシャ語で書かれているところ言語で見るとこれらすべてから逃れるために 一つの単語があるんですね。カティチオというギリシャ語が入っているんですが、圧倒的な力が与えられるようにというのが入っています。圧倒的な力、dominant ネンパワーが与えられるように、いつも目を覚まして祈っていなさいという言語に書かれています。なので、祈りは希望であり、希望を持つ人は祈りながら、パワーを、忍耐できるパワーを得ること。 ができるといいうのを教えていますなので今日の一節に戻りますとこの今日のメインポイントなんですが今日の箇所の一節「神の国の到来は遅れているように見えても失望しないで神の国を続けて求めなさい」ということがメインポイントになります。そのそれを教えるために二節に例え話を用いられます。二節二節から五節この例え話をちょっと見ますね。 ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた意地悪なっていうか人格的にこんな人が裁判官になれるのかっていう人がちょっとなっちゃってますけれども神を信じることも恐れることもなく人をリスペクトすることもない裁判官が今裁判官になっています3節その町に一人のやもめがいたが彼のところにやってきては 私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていたでこの2000年前は今の時代と違って夫を亡くしたやもめたちは生活する手段があほとんどありませんなので誰かの助けを常に必要としていたんです非常に貧しい暮らししかできなかった弱い立場の人ですそのやもめが助けを求めに来ました でも4節見てください。この裁判官はしばらく取り合わなかったが相手にしなかったってことですね。後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないがこのやもめはうるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまうっていうんですね。実際に19世紀まで 中東地区では本当に街にサイパンが座って1日中裁判を行うというのが19世紀まで行われていたんだそうです。実際中東地区の研究をしていた専門家でケン・ベイリーという人がいるんですね。ケン・ベイリーが19世紀の終わりにイラクに行って実際に見た光景なんですがある街に行ったらその街の真ん中に 裁判官が朝から座っているんだそうです。そしてその前に人々が並ぶんだそうですで。みんな並ぶんだけれども、みんな手に何を持っているかというと、お金の封筒を持ってきていた。そしてみんな賄賂を渡すわけです。自分有利に裁判が進むように。で賄賂を裁判官に渡して、額が高い人から優先的に見てもらえるんだそうです。その案件を持って 来させるんだそうですすわかかりますか結構堕落していたことですよねそういうことが起きていたでお金のない人は後回しになるか本当に裁判官暇になるまでは裁判してもらえないという現状だったんだそうですそれが実際19世紀の光景であったで聖書学者たちはこの箇所を見ながら当時も多分そうだったでしょうというんですね当時も山本み,み,みたいにほとんどお金出す賄賂を渡すことのできない人は相手にされない だから4節を見てもこのヤモメは相手にしてもらえなかったということがわかります。で、経済的に貧しいヤモメが唯一、あの、その裁判してもらえる唯一の方法って何ですか彼女がやったようにしつこく毎日毎日そのまに戻ってくるです。しつこく。なので5節もう一度見ますか五節このヤモメはうるさくて仕方ないからしつこいから もう裁判してやろうではないかひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう新化役の別役下見ますと別役に私の顔を叩きつけることになるって感じ疲れ果てるつまりボクシングのようにこうやって叩かれてるもう私もこれもうんざりだからもうやってやろうじゃないのっていう感じになってます私の夢にも出てきそうな皆さんそういうしつこく連絡して,してくる人っていますか皆さんの周りに メールとか続けてやってくる。この人、まあ、メールの場合は無視したらいいですよね、メールだから。ただ、皆さんの玄関前に誰かが現れて、これ3日連続続くとどうなりますかストーカーじゃんってなりますよね。でも、怖くてでも聞きますよね。うんざりするから、何が欲しいんですか ?What do you want from me? っていう風になりますよね。そういう感じになってしまっています。もう彼女は本当に何が欲しいのか、裁判を行おうではないか。なので、結局彼女のしつこさによって、 このようになったということが分かります。で、これと非常に似ている話が、ルカ11章にも出るんですね。これ、覚えてください。祈りについて今、イエスも教えられてるんですよ。祈りについて。これ、ルカ11章でも、イエスが弟子たちに主の祈りを教えられるんですが、主の祈りを教えた直後にされる例え話があるんですが、夜中に、 自分の家にゲストが来たんだけどパンが足りないから自分の友人の家に行ってパンをくれっていうそういう例え話ですね。でその時に夜中に友人の家に行ってパンをくれってなるんですが11章8節こういう箇所があります。あなた方に言いますこの人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。 ね、友達友情が、ね、どれだけ深いか分からない。それだけではやらないでしょう。しかし、友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。ね、ギブアップするそれだけしつこく粘ってたらそれはあげるでしょう。このしつこさという単語ですがもともとのギリシャ語を見ると恥知らず、シャイムレスという意味なんですね。恥知らず。 で別役にすると無礼な行動なんだそれ無礼な r u o e n e s s なのでこの友達のしつこさその恥知らずの行動からまあ起き上がりギブアップするでしょうギブインするでしょうっていうことなんですがそのポイントを考えながら6節今日の箇所に戻って6節7節読みますね主は言われた 不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうかっていうんですね。今この不正な堕落している裁判官もこのようにしつこさのゆえにやるのであれば聞いてあげるのであればまして神は 例えてるんですね裁判官と神と例えるんですが。がイエスキリストのたとえ話ではよく使われているのは一つはこれ英語の表現だと Parable of Comparison。そしてもう一つがあるのは Parable of Contrast。違うんですね。一つはこの比較するのは神はこのような素晴らしい人物のように神もこのような方ですよね。で、もう一つは 神は似てるんだけどこれとはちょっと対照的にさらにこれ以上に素晴らしい方ですよねこっちの場合はこの2番目の後者の方になりますこの不正している裁判官に比べると人格的に愛に満ちておられる神様これだけもっと素晴らしい方はこうですよねっていうのを見せているんですねいわば今日の箇所を7節でまとめるならこういうことですこれだけ しつこく祈る選ばれた者たちを神様が放っておくわけがないでしょうという意味です。神様に叫び,求め叫び求めるクリスチャンたちをそのまま放っておくわけがないですよね。とというこですね18世紀のイギリスにウィリアム・ウィーバー・フォースという人がいました。彼はイギリスで奴隷制度を まあ、あの廃止させたその貢献者だったんですけれども彼がイギリスの国会に議会にその同じ案件をこれ奴隷制度なくしましょうという案件を何年続けて持ってきたのか分かりますか何年20年です20年毎年のように同じ案件を持ってきたこれはやめるべきですっていうのを持ってきた19回ノーって断られても20回目また持ってきて成功させた しつこさ、粘り強さそれをイエス・キリストは祈りの中で行いなさいというように言われていますそして8節こう続きますあなた方に言いますが神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいますその後にだが人の子が来るとき 果たして地上に信仰が見られるでしょうか本当に続けてこれを信じて神様が私の祈りを聞いてくださっているんだということを信じて粘り強くしつこく時には無礼に聞こえるようなそういうことでも祈る人が果たしてどれだけいるだろうかということをおっしゃいます。でこの8節を見ても分かるんですが。 祈りは祈る習慣っていうのは自分のうちに神を信じる信仰があるということの証拠でもあります。Prayer is the evidence of true faith。本当に祈っていることの証拠なんですね。祈りを続けているとは、私は今も生きて働く神様を信じますという意味です。この歴史はちょっと歪んでいるかもしれないんだけども、神様は歴史を動かし、歴史を完成に。 持っていかれる方だと信じる信仰であります祈るっていうのは皆さんにちょっと3つの質問をしますね自分を振り返りながら答えてみてください皆さんには祈る信仰がありますか祈る信仰ただ単に創造主の神がいるとかああイエスって存在したよねぐらいの信仰じゃなくて祈る信仰です2つ目の質問は皆さんには 祈る習慣がありますか祈る習慣さらに言って3つ目の質問は皆さんは祈る習慣があるならばしつこく時にはそういう恥知らずの祈りをする時もありますか大胆な祈りまた戻ってくる神様にまたこの案件をまた戻っ,また戻ってくるそれで。 もうしつこいなと言われるぐらいまた戻ってくるそういう祈りをする方いますか創世記聖書の一番最初の部分が創世記なんですが創世記18章を見るとアブラハムという人が出てきますでその18章を見るとアブラハムがソドムという町のために取りなし祈りをするところが出てくるんですね自分の甥っ子であるロトがソドムに住んでいたので あのソドモのために祈るんですが神様がソドムを滅ぼすって言うんですね。なのでアブラハムが「え、神様、でもその町の中に50人正しい人間がいたらそれでも滅ぼしますか?」。神様は何と答えますか?「いや50人いたら滅ぼさないよ」。でもアブラハムが考えてみたら「いや50人いないだろう ?40 人はどうですか?」。40人に落ちるんですね。で神様40人でも滅ぼさない。 でもああってなって結局10人まで行くわけですよ。10人いたらどうなんでしょうアブラハム何をしていますしつこいですよね。<laughs> 数をどんどん。神様と何かバーゲンの交渉をしているような大胆さ、恥知らずの祈りをしているということがわかります。で、アブラハム以上に大胆に祈った人がいますが、ヤコブという人がいます。アブラハムの孫息子になります。ヤコブは創世紀32章で、 神と格闘をしたといいう,うに書いてあるんですねどういう意味なのか神と神が送った天使とレスリングをしたという場面なんですがその時に天使とレスリングをして絶対負け,負けないっていうふうに戦っていたんですが明け方になって天使がもう私を話せって言ったらヤボクムが何て言ったか覚えてますかあなたが私を祝福するまで決して話しませんって言うんですね。 あなたが私を祝福するまで絶対に話さないよっていうんですね。これ祈りに例えることができます God, I'm not gonna let you go unless you bless me. あなたが私を祝福するまでは絶対に話しませんよっていうことです。そして、聖書を見ると、桃の関節を打たれたっていうふうに書いてあります。その後は、の多分ヤコブ、まっすぐ、ヤコブは歩くことができなかったと思うんですが、 この祈りのしつこさ、粘り強さ、分かりますか皆さんに聞きますよ。彼らの思い出したら、自分のことを見てください。皆さんにはそういうしつこい祈り、大胆な祈り、粘り強い祈り、そういう姿がありますか ?3 日祈って、あ、これも無理やなと思って、すぐやめますか皆さんどうですかそれとも時が悪くても神様が、 くださるまで祈り続けるとか、そういう粘り強さはありますでしょうか。今日の聖書箇所はスタートでも言ったように、いつでも失望することなく祈り続けるために、イエス様この話を持ち出しています。例え話を。そのようにできる秘訣はどこにあるのか。少し結論を見てからその質問に最後答えていきたいんですが。 そのように大胆に祈れる秘訣は先ほど夜中にパンを友人に求めに行ったそこがルカ11章に出ている話なんですがルカ11章でイエス様は弟子たちに主の祈りを教えられます。主の祈り皆さんご存知の方知ってないようなんですが最初に何が出ますか主の祈りに。Our father 我が父よというところからスタートですね。 神様のことを何て呼べっていますかアバ言語だとアバお父さんよりかパパというような表現です。パパ聞きます。皆さんそういう大胆さありますか祈るときにパパというように祈る人いますかその大胆さ。そのように祈りなさい。その大胆に祈る秘訣、そこから来ます。まずは。私、説教中に。 集中力そんなに強くない人間なので説教中に子どもたちがバーって走り回ってたりなんかすごいは,はしゃいでたりすると時々あの一瞬血圧が上がったりなんか集中力切れる時ありますけれども唯一私に飛び上がってきても動揺することなんかあかわいいねって頭なで,でてあげてこうやってあちょっと向こうで待っててねっていう一人だけそういう人がいます誰か分かりますか多分私の4歳の歳息子が 私、説教中、飛び上がってきても、多分ああ、こうやってなでながら、かわいいね、向こう行っててねっていううになると思います。なぜか分かりますか自分の息子だからです。自分の息子だから。王様を夜中3時に起きさせて、起こさせて、恥知らずに水いっぱいちょうだいってできるのは誰だと思いますかその王様の子供ならできます。 他の人がそんな王様を起こして、ね、大変なことであればお願いできるかもしれないでも子どもはそういうことでも大胆にできます子どもだからできますこの関係性を考えてみてください「祈り」という本を書いたフィリップ・ヤンシー有名なクリスチャン作家がいますフィリップ・ヤンシーが自分の本の中でも言っていますが多くの人々が助けを求めるメールを彼に送るんだそうです でお,金くださいお金が足りないからくださいというそういう人もいるんですが中にはスキャンこれもう詐欺詐欺だなというそういうメールも入ってくるんですがあとこれ助けちゃうとこれからもっといろんな変な人たちからメールから来るちょっとこれやめようやめようってそういうメールもあるんだそうですでも実際に彼と仲の良い人たちからもメールが助けを求めるメールが来るんだそうですそして家族から助けを求めるメールが来た時にはすぐさま どううううやって助けようかっていう気になるんだそうですでこの違いが分かりますか皆さん全く知らない人たちからスキャンのようにスパムメールみたいに来る助けを求めるのと本当に知っている人から助けを求めるメールとその違いが分かりますか関係性の違いです関係性イエス・キリストは私たちに祈る時に神様に対してパパお父さんって読みなさいって言うんですね その関係性をよく表しているその箇所があります。ヨハネの15章16節を見るとその関係性をもってどのように私たちの祈りが応答されるのかちょっとここに書いてあるんですが全部読んでみますね。あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しました。 それはあなた方が言って身を結びその身が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですでここで見ると私の名によって父に求めるというところはイエスの名によって父に求めるものはすべて与えられるということですねでこれ イエ,スに救わイエスによって救われて神の子供となって祈るという意味もありますけれどもイエスによって祈るというのはイエスの御心に沿って祈るという意味も入っています。なのでイエスの御心であるのは何でも祈ると全部答えられるという意味でもあります。どのようにして人は神の子供になることができるのか、どのようにして手におられる方を 父をパパというように呼ぶことができるのか聖書は言います2000年前に本当の神の御子であるイエスがこの地上に来られたというように言います通常この地上の父親の中に子供がパンをくれって言った時に蛇をくれる父親はいませんよね パンくれというねヘ、蛇ビヘビ食べなさい。そういう父は誰もいないんだと聖書もそう語ります。しかし、人類の歴史の中に一度だけそれ似たようなことが起こります。それは十字架の出来事です。イエス・キリストは十字架にかかられる前の晩、祈られました。父を、どうかこの杯を、この死の杯、 見怒りの杯を私から取り去ってくださいってゲッセマネの祖で祈るんですね。しかし、その祈りのリクエストは断られました。結局、次のイエスは十字架にかけられます死の杯が与えられてしまうんですね。聖書は言います。本当の神の子がその祈りが答えられなかったのはその十字架を通して私たちが 神の子供とされるためであったというように聖書は語るんですね。イエスの祈りが断られたのは私たちが子供として受け入れられるために。なのでイエスを信じた者は神様を父をパパといううに呼ぶ特権が与えられたと聖書は語っています。そしてどのような大胆さが出てくるのか。ヘブル4章16節 イエスを受け入れた人たちにとっては、ですから、私たちは憐れみを受けまた、恵みをいただいて、折りにかなった助けを受けるために、大胆に、大胆の中には、しつこさも入るかもしれません。粘り強さも入るかもしれません。大胆に恵みの溝に近づこうではありませんかっていうんですね。イエスキリストが私のために代わりに、 私の罪のために十字架に死んでくださったそれを信じるのであればその信仰によって神の子供とされた聖書は言いますそして自由に神様に祈り求めることができるその確信を持って今日の箇所 7, 7節8節もう一回ちょっと読んでみますねまして神は昼も夜も神に叫び求めている 選ばれた者たち、これクリスチャンたちのことですね。選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうかあなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。一つ適応皆さんに言いたいんですが、実践できること。今、終わりの時代に生きている私たち、 いろんな誘惑攻撃があります。それに打ち勝つためにも祈る習慣をスタートさせてください。皆さんもうすでに私デボーションして祈ってますよという方いるかもしれませんが、本当に朝10分だったら朝10分。朝はちょっとね、私弱いので、夜だったら夜10分。時間を設定して祈りをスタートしてみてください。で、一人でやり続けるのが難しいのであれば、あの、 教会の中の友人と電話で週に2回祈らないっていうふうにやってみてください。10分ぐらいだけども、この火曜日は私が10分祈って、木曜日通話するあなたが10分祈ってもらえない。そういうに10分長そうだったら5分からスタートすることもできるかと思います。で、今日のイエス・キリストの教えはいつまでも諦めることなく、失望することなく祈り続ける重要さをイエスは教えられています。 なのでそれに応答する形で私たちはそのようにすることはできます。今日最後におまけでちょっと一つの質問に答えて終わりましょう。クリスチャンの中によくある質問だと思います。あ祈りの応答がないときは一体何なんですか祈っても何か答えられてないしっていうそういうときはどうしましょう 祈りというのは確かに白黒に分けることができない領域でもあります。でこれ祈りの神学を考えるともっと幅広くいろんなアングルから祈りを見なきゃいけないんですが実際に ブルース・オンマイディでしたっけジム・キャリーが出てくる映画。それ見たことありますか皆さん。ジム・キャリーが神様になっちゃったっていうそういうコメディの映画ですけれども、祈りがどれだけ複雑なのかっていうのがそこにその映画見ても分かるんですが、例えで考えてください。ある過去、留学生が、日本に来てた留学生が、韓国の留学生でしたけれども、実家から学費が送られてきてたんですね。で、その時に、円安の時にはすごく助かります。 なぜもっと、ね、お金が大きいからでも円高になると生活が苦しくなってしまうだからどういう祈りをするかという主を円安にしてくださいいつまでも私が留学してはずっと円安にしてくださいでもしそれが答えられるのであれば苦しむ企業もありますよね円安になって逆にでその企業の中にもクリスチャンいるんだけどなっていう感じになりますどう,どうすればいいの神様の立場からある農夫が 今年はあまり雨が降らなかったので雨を降らせてください。今週末、特に雨が欲しいですという風うに祈ったとしましょう。でも同時にクリスチャンであるアスリートがスポーツ選手が今週末、大事な大会があるので晴れる天気にしてくださいと同時に祈ったとしましょう。どうしますか神様、どうしますか ?2 人のクリスチャンが逆のことをぶつかり合う祈りをするとどう,どうしますかで、ここで重要なのは 一人の祈り課題が聞かれなかったからといって神様がその人を愛していないという意味ではありません。意味わかりますかで私の祈りに答えてくださらなかったっていう私捨てられてるのねっていう考える必要がないということです。いろんなアングルから祈りって考える必要があります。聖書でいくつか例えるならばこういう考え方できます。ダビデがバテシャバという女性と罪を犯して 男の子が生まれますけれども悔い改めて男の子の子が生まれて死にかけていたんですね断食しながらダビデは祈りましたその子が助かりますように聞かれましたか残念ながら聞かれなかったんですねでももし聞かれていたとしましょうその息子が順調に育っていったでももしそういうことがあったならば この人類の歴史で最も知恵ある王様と言われたソロモンは生まれていただろうかっていうふうに聞くことができます。生まれたのかなその最初の息子が生き延びていたらどうだったんだろう旧約時代を見ると預言者たちが神様に祈りをさげます。イスラエルが堕落して これから滅びるかもしれないんだけども、なんとかイエルサレムは神殿は助けてやってください。滅びることがありませんように必死になって預言者たちが祈ります。聞かれましたか聞かれませんでした、最終的に。イスラエルもユダ王国もイエルサレムの神殿も滅びます。そして人々は散らされていきますよね、イスラエルの人たちは。でも、こういう質問をすることができます。もし、 ダビデやソロモン時代の黄金時代がずっとイスラエル続いていたならば神の福音が世界中に広まっただろうかという質問です。皆さん、イスラエルの人々、当時のそうですがプライド非常に強いです。そして、This is our God、私たちの神だ。誰ともシェアしないという意識、ものすごい強い人たちなんですね。もし補修時代がなかったのならばその福音が全世界に広まっていくことができただろうか。 で保守時代の後に最初はこの旧約聖書ヘブル語だったこの書物が初めてギリシャ語に訳されます全世界の共通語であったギリシャ語に全世界の人々が神様を知ることができるように預言者たちの祈りは聞かれなかったんだけれども神の御国は前進していたっていうことです意味が分かりますか 神の祈りが的確に預言者たちの祈りが応答されたわけではないんだけども実は神様の御国は前進していたイエス様が主の祈りを教えられた時にも日曜の家庭を祈る前に主の国が神の国が来ますように祈りなさいって教えるんですね新約聖書の一つの例をしましょうかパオロが自分の病気のことについて祈りました私の体には棘のような 病気があります。3度も、3度って今、もう完全なる3なので、何度も何度も神様に祈りました。聞かれましたか聞かれなかったんですね。パウロが宣教師をやりながら、健康な体を持っていたら、もっと持ちられたんじゃないかと私たちはそう考えますよ。ただ、このように角度を変えて祈りを考えることができます。もしパウロが完全に癒されていたならば、あれだけプライドの強いパウロが、 新約聖書を読んででてもパウロ相当プライド強かった人間ですペテロにねガラタヤ2章でも喧嘩を売るようなそういうプライドを持っていたパウロがトゲなしに謙遜な伝道者として続けて活動することが可能だっただろうかという,うに聞けますなのでその祈りの応答はあなたに私の恵みはもう十分であるという答えをいただきますよね この祈りはいろんな角度で見る必要があります。で最初、結論はこういうことになります。神は、あなたが神ご自身の知っておられるすべてを知っていてお願いするようなことをすべて与えられる方である。もう一度言いますよ。神は、あなたが神ご自身が知っておられるすべてを知っていて

重要な部分でありますそれを信じることでありますどんな祈りの応答であっても、失望することなく、神様は最善なことを私たちにくださるということです。もしそれを信じることができるならば、諦めることなく、どんな応答が来ても、神の御国は確実に前進しているということを信じて、祈り続け求めていくことができますこういう信仰を持って私たちの教会も、主と共に歩む教会になれることを願います。 一緒にお祈り捧げましょう。